僕が使ってるこのね、このオイル見たことある。白黒のオイル。これなんだけど、このスポンジでもうしっかり、もうしっかり塗り込むんですよ。もう全部だよ。紐、あ、紐は今はもう効かないからやらない。で、内野手はこの指先のここをしっかりやってるとなんか綺麗なグラフに見える。まあ今立ち泳いだけだからね、この中だけだけど、最終的には全部やります。今日終わったら全部ここのここまでやります。途中からだと こうしてたらめっちゃ可愛くなってくるグラブが、はい、もうなんか楽しくてね、僕これが愛情が全然違うのよね。少し色変わるけど大丈夫。はい、そうね、紐が丸まってほしくないね、はい、そういうなんか水分をオイルを欲しがってるよ。もうなんか違うでしょ、ね、でプレーもやっぱ丁寧になるからね。手入れしないでエラーしたら後悔するでしょ。そういうなんか後でああしとけばよかったを取り除いてほしいよね。まあ、それがあの準備の大きな目的。これで随分違うでしょ。なんかね、わ、はい、かる、はい、それを続けてください、はい。まあ、僕これこのオイルが好きだね。まあ、浸透率が高いとか皮がすごくなんか喜んでる。この後ってなんか布で拭いたりとかしない。いやいや、しなくていい、もうこのまま。あとはあのこういう筒状のものをこう挟んで、ね、僕はもうそれだけ。それとオイルをここに挟んで、ポケットはまあ確保しておきたいから何かも入れててほしい。ボールでは少し小さい、これぐらいのがあるので、はい、こういう状態で置いてる。よし、次行こう、はい、はい。